いてる仕事が終わりそうにないって。
んたたち、さっき何の話で盛り上がってたのよ。かすみとしてた話のことよ。出してなかったの俺だけらしいんだわ。家に帰って探したけどこれがどこにもないんだよな。くれるか。みゆき先生って規則通りに生きてるって感じじゃん。廊下曲がる時も直角だぜ。カクッカクッ。うちの学園結構人気あるらしいぜ。東雲受けたいって言ってるやつ増えてるもんだよ。絶対先生のせいだよな。うち何はなくとも女性教師っていうかさ、先生の質だけはいいと思わね。うちの理事長無類の女好きらしいしさ。なんだよ、知らないのかよ。なんでも日本全国津々浦々神出鬼没でもってそこいら中の美人をかっさらってくるらしい。それで東雲で教鞭を取りたくなるように調教しちゃうんだな。ほらほら噂をすれば。知らないかな。問題集？何それ、私の授業でそんなの使ってないでしょ。ダメじゃない君、そういうのみゆき先生に失礼だよ。うるせえな高雪。ストップ。
それはちょっと朝っぱらから見せろだなんてひなちゃんったら。ふざけないの。はい。問題集どころか教科書も入ってないとか、家に忘れてきた。いや、家っていうよりは教室だったりして。はははじゃないでしょ。ねえ、あずみ先生。ははい。教科書を教室に置いておくのはよくないですね。私たちの大切な東雲学園に泥棒が入ったら大変です。
ちょっといいことしてから来たんですよ。え、何言ってんだよ。いいことってどこで。もちろんホテル。違います違います、喫茶店でモーニング食べてただけです。そうなの。どっちも素敵だと思うわ。私ホテルなんか行ってないですよ。だってさ高雪、考えても見てよ、制服のある僕はともかく、昨日と同じ服を着て大学に行けないだろう。そうそう、早朝からのご休憩のみってパターンもあることだし。何を。柳くん、和彦、怒るぞ本当に。柳くん、こらこら二人とも。何？どうしたの？
ちてました。やった、ちゃんと職員室から持って出たのに、どこで落としたのかしら。廊下です。どこの廊下。前です、職員室の。それはありがとう。でもよくわかったわね、私がここのクラスに寄り道してるって。あら、だって霧島先生が教科書を落とした時に私すぐ後ろにいたから。あ、じゃあすぐ渡してくれればよかったのに。忘れ物とかなくし物とかはダメだけど、落とし物とかはいいわけ。もう大人をからかわないの。じゃあみんなしっかり自習しててね。って言ってもあと5分ぐらいかな。私も授業があるから行くね。私は空き時間ですけど。
しょうね。お前宿題やってきたか。だろ？俺と光太郎も思い出せないから困ってるんだよ。気がしてただけで本当は何も出てなかったってことじゃねえか。それは違うよ。確かに宿題はあった。僕たちの脳が急速に老化しているんだ。